デーブ・ウェックル、デーブ・ウェックルはアメリカのフュージョンドラマー、ミズーリ州セントルイスに生まれる。音楽好きの両親の影響で8歳よりドラムを始める。1980年代前半より、スタジオワークを中心に活躍。ポール・サイモンのバックを務めたり、ミシェル・カミロのデビューアルバムに参加したりした。1985年、マイケル・ブレッカーの紹介により、チック・コリアの チックコリアエレクトリックバンドに抜擢され、ベーシストのジョン・パティ・トッチと共に一躍注目を浴びる。1990年にソロとしてのデビューアルバム、マスター・プランを発表。1991年にチックの元を離れてからも、マイク・スターンなど様々なミュージシャンのサイドマンを務め、1998年、デーブ・ウェックル・バンド名義のファーストアルバム、リズム・オブ・ザ・ソウルを発表。 以後着実に、バンドとしての活動を続ける。ソロアルバムデイブ・ウェックル・バンドデイブ・ウェックル&、J ・オリバー・デイブ・ウェックル・アコースティック・バンド・チャック、ローブ&、アンディ・ラ・バーン・ GRP ・オールスター・ビッグ、バンド JK スペシャル、クリス・ミン・ドーキー。ありがとうございます。